それじゃあね、体温調節の中でも、寒冷刺激を受けた時の調節、ね、体温を上げようとする調節、ね、そっちの方がね、ものすごくテストに出るから、ここでまとめておきます。ね、寒冷刺激。ね、すごい寒いよっていう刺激ね。これをキャッチするのは、やっぱりね、恒常性維持のスーパースターですね。官能の視床下部です。ね、中枢ね。で、官能の視床下部がその情報をキャッチして、3種類のね、ホルモンの分泌、それを促進する命令を出し始めます。まず1種類目は、交感神経が伸びて、副腎髄質に命令を送ります。ね、もう副腎髄質って見た時点で、あっと思ってほしいんだけど、副腎髄質から、アドレナリンが出ます。アドレナリンは何をするかっていうと、代謝の促進、あとは心臓のドキドキ、拍動促進。ね、拍動促進っていうのは、温まった血液を全身に送って全身を温めるためね。ね、アドレナリン、ね、副腎髄質に交感神経がね、やっぱり髄、ね、中までこう神経が通ってるっていうイメージの方が湧きやすいよね。ホルモン、ね、ホルモンっていうのは化学物質なわけだからね、副腎髄質、ね、副腎の奥の方までね、神経が通ってれば、ものすごくね、素早く命令を伝えることができるよね。まあ、ね、ずいずいアドレナリンなんていうね、何の意味も通んないようなね、語呂合わせになってない覚え方でね、僕は覚えたけど、まあまあ、こんな風にね、神経は、ね、奥の方にはやっぱり神経の方が届きやすそうだなって、ホルモンによる命令よりは神経の方が届きやすそうだなって、いうふうに理解すれば、ね、交感神経で副腎髄質に命令、ね、副腎髄質がアドレナリンと、ね、そんな感じで理解できるかもと思います。もう2つは、ね、視床下部のすぐ、ね、そばにある脳下垂体前葉に放出ホルモンね、丸放って書くけど、放出ホルモンが送られて、で、放出ホルモンを受け取ったね、脳下垂体前葉は、副腎皮質ね、今度は皮質だよ。副腎皮質、刺激ホルモンを放出して、副腎皮質に命令を送ります。ね、副腎の皮質はホルモンによる命令を受けるからね。で、その副腎皮質が、糖質、コルチコイドってホルモンを出して、糖質コルチコイドは代謝を促進させます。これが2番目の重要なホルモンです。3番目は、またね、放出ホルモンによって、今度は甲状腺刺激ホルモンが脳下垂体前葉から分泌されます。これもどこかで見た経路ですね。で、甲状腺から
3番目、ね、最後の重要なホルモンであるチロキシンが分泌されて、ね、これまた、同じように代謝を促進させます。で、ここで言う代謝の促進の代謝っていうのは、ちょっと詳しく見てみると、骨格筋、筋肉だね。骨格筋とか、肝臓での物質の分解の促進なんですよ。ね、普通一般的にね、物質を分解すると中からエネルギーが放出されます。何か物質を分解するとエネルギーが一般的に放出されます。ね、その一部が熱になるんだね。熱エネルギーになるんだね。発熱量増加。ね、確かにね、寒いよっていう刺激が入って体温を上げたいよっていう命令が伝わってるんだから、発熱量増加ね、物質の分解による発熱量増加ね、正しい対処だよね。その他にも、この経路の他にも、例えば、立毛筋の収縮。ね、立毛筋の収縮はね、僕ら鳥肌が立つっていう、あの反応です。毛を立てる筋肉が収縮してるのね。まあ、僕らはね、鳥肌が立つだけであんまり見えないんだけど、毛がモフモフの動物にとってはすごく意味のあることで、ね、モフっとして、ね、熱が逃げにくくなる。ね、みんなもふかふかのお布団だとあったかいでしょ？熱が逃げにくくなる。ね、放熱量減少ね。で、もう一つは、皮膚の血管が収縮する。体の表面の血管が収縮することで、例えば分かりやすく言うと顔色が悪くなるよね。これは体の血管ね、体の表面ね、体の表面を流れる血液の量をね、減らすことで外に熱が逃げにくくしてるんだね。だからね、すごい寒いプール入ったらね、顔がね、顔色がすごく悪くなるでしょ？ね、それは皮膚の血管が収縮して、ね、体の表面をあんまり血が流れないようにしてるんだね。え？すごく寒いとね、鳥肌が立って、顔が、青ざめるけど、ね、それは別に意味のないことではなくて、ちゃんと放熱量を減少させようっていう体のしっかりした反応なんだね。この二つの経路はね、どちらも交感神経が働きます。ね、どちらも交感神経。まあね、毛が逆立つ、ムフーってなるときはね、闘争だからね、まあ交感神経が働くって、ね、わかると思います、ね。それに、もちろんこれから敵と戦うってときにね、熱、エネルギーを無駄にしてやんないから、ね、ちゃんと皮膚の血管を収縮させる。ね、まあ交感神経が働くってこともしっかり押さえておいてください。まあね、このね、チロキシン、糖質コルチコイド、アドレナリン、立毛筋収縮、皮膚の血管収縮って、もうこれだけでテストでほとんど点取れるんですよ。ほとんどね。で、あとは、アドレナリンの経路は、確か血糖値を増大させるところでやったから、っていうふうに、だんだんこう経路を思い出すって感じかな。ね、まずはしっかりこの3つの主役のホルモンと反応をしっかり抑えましょう。